はい、えー、こんにちは、竹内です。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、えー、まあ、Facebook の方に文章でアップしたんですが、あのー、多分ですね、需要がありそうだなと、えー、感じたので、えー、こっちのね、動画の方、音声の方でもちょっと話したいなと思ったのが、この、えー、まあ、竹内が実践している予想手順の一つという、えー、内容になっております。えー、まずはですね、6月20日ですね、阪神の4レースで、えー、チャップリン、 が、えー、まあ、一着になったレース。まあ、結構人気が、えー、ない馬でしたね。なったレースでなんですが、まあ、あのー、ね、僕の指数的にも、えー、変えたりするんですが、予想という、えー、部分で、えー、も、えー、ちょっと注目していた馬でありました。っていうのはですね、まずチャップリンの前走を見ましょうと。チャップリンのこれ前走えー、こういう、うまあ、結果だったわけですが、えー、そうですね、えー、チャップリンより上にいる馬をちょっと見てみましょうと。あの、この、この印はですね、 あれですあの僕の,あの書籍になってる、えー、競馬最強の法則さんとかに連載されていたミリオンダラーバー剣術の R レベル、あまあ、メンバーレベルですね、レースレベルというものなんですが、まあ、これちょっと重要になってきます。この横のやつはですね、ちょっと、えー、何かは秘密ですあの。知ってる人は知ってるというものなので、ちょっと解説はしませんが、えーとですね、えーまあ、このように見ますと、聖、え、火、ー、アバンサー。 えー、まあ、人気うで、えー、上位の方に来ているわけですが、えー、ジソがですね、2着になっている。6月14日ですね。2着になっている。その時の時ソのレベルが、えー、こうマイナスでした。こちら、あクピドもですね、あの、ジソ3着になっています。で、えー、まこ、あ、うマイナス。ということで、まああのー、このチャップリンより上の、チャップリンと同じレースをした馬がですね、ジソー、まあまぁ、結構いい成績。 え、こマイナスというレベルにおいては、ちょっと、え、結果を残したなというところですね。で、それが6月14日の話です。で、1週、まあ、次の週になりました。チャップリン出走しますと。で、結果、チャップリン1着になったわけですが、この場もこマイナスだったと。で、まあ、そうですね、そういう、あのー、次の、えー、なんて言いましたかね、えー、まあ、前走 え、走ったメンバーはですね、実装、え、こうマイナスというレベルで構想をしていると。な,なら、チャップリンもこうマイナスだったら通用するんじゃないかというような考え方ができるわけです。まあ、ここに書いてありますけどね。あの、セイカーバンサーこうマイナスで2着、クピトがこうマイナスで3着になった。その後に、え、チャップリン出走、同じ、同じ R レベルだったということですね。 で、まあえー、結果、えー、チャップリンは一着になったわけですが、ここですね、高マイナスの,あのレースでしたと、いうことで、えー、チャップリンが狙えたというような、あの、まあ予想の手順を、ミリオンダラーのレースレベルであったりですね、まああの、そういう、まあこのレース印で何、何らかの、えー、強弱とかの判定をしている人は、えー、こういう予想ができるということになります。で、えー、ちょっとここで話はまた変わるんですが、まあチャップリン、ちょっとこう日付見えませんが、6月20日でしたね。で、クピード、えー、セイカー・マンサーと順番に来ていると。 で、ま、あそうなってくるとですね、ここの前奏構想している馬が増えてくると、まあ、その時に2着だったバイタルフォースの、えー、価値も、ええー、まあ、当然上がってくるんじゃないかと、いうことで、そのバイタルフォースは、えー、さらに1周後の6月28日に出走したわけですが、まあ、あの、結果的にですね、1着になったということになります。まあ、こんな感じですね、前奏の、えー、価値っていうのを、あの、見極めると。ただ前奏あの、の、えー、メンバーがですね、あの、実装あの、弱い相手を、 えとの競馬でですね、あの構想してたらちょっとあの当てにはなりませんけど、実はね、あの高いレベルのところで構想していれば、あのそのレースの価値が高かったというような、えー、判定ができます。まあ、その高い低い場でっていうのは、まあ、あのそうですね、あの決着タイムであったりとか、レースのラップであったりとか、そういうところからする人も、うん、いると思いますが、僕の場合はですね、このミリオンダラの印であったり、 この横の印であったりとか、こういう自分の独自のものを使って、えー、そういう判定をですね、えー、するというような予想スタイルを一つ持っているということになります。まあ、あの予想ということ自体があの根本的にあの苦手と、結局、オッズを見ない、えー、オッズ人気だから買うとか、人気だから買わないみたいな予想をしている人もいるんですけど、こういう予想ができるようになるとですね、えー、穴馬も拾えますし、まあ、予想していて、えー、楽しくなると思いますので、ぜひ、えー、参考にしていただけたらなと思っております。 はい。そんな感じですね。YouTube チャンネル。えー、まあ、いろんな、えー、パターンの動画、えー、配信しております、まあ。重症対策の動画とかはですね、おかげさまで2万再生を超えたりとか、あの、しました。で、まあ、今後も、えー、いろんな動画アップしていきたいと、えー、思っておりますので、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録していただけると、えー、竹内のモチベーションに、えー、つながるので <laughs>、よろしくお願いいたします。そんなわけで、えー、竹内でした。さよなら。